フルーツ牛乳の例、大道ドリンク、復刻堂、フルーツオレフルーツ牛乳は、乳飲料の一種。いちごやバナナなどの果物に牛乳を加え、粗く攪拌したものから、風味付けと着色をメインとするものまで様々なものがある。ミルクスタンドや、銭湯などで見かけることができる。以前は、フルーツ牛乳、いちご牛乳などの名前で販売されていた。しかし、二千年に、 雪印集団食中毒事件が発生してから、飲用乳の表示に関する構生競争規約により、生乳100%でなければ、牛乳と表示してはいけないことになった。その結果、これらの飲料は、フルーツ入り乳飲料となり、一部商品については、牛乳ではなく、フルーツオーレや、フルーツミルク、イチゴラッテといった表示に切り替わった。2000年代以降、銭湯など、 入浴施設の減少に伴う需要の低下により、売り上げが落ち込んだため、長らく製造販売を続けていた明治が2019年3月に、小祝乳業が2020年10月をもって市場から撤退することを表明している。残る一社の雪印メグミルクや、地域ローカルのメーカーは生産を継続するという。2000年代後半から韓国、中国でバナナ牛乳が流通している。 中国国内では、自国内産のほか韓国産、オーストラリア産、ベルギー産が流通している。韓国産、バナナ牛乳で下痢を引き起こす、可能性、チンタオで三十四トン処分、中国メディア、シノイス、jp、http コロンスラッシュスラッシュヘッドラインズドットヤ y ー h o o c o j p スラッシュ hl a、a イコール二千十三万千百十四から00006 000。 シノイス CN2013 年11月14日、閲覧。フルーツ牛乳と、通称されていたのセデンの旧オリジナルと食。ありがとうございます。